ねえ、疲れたけどね。疲れたけど、本当に疲れて。これはね、やりたかっただけです。はい。ちょっとね、やりたかっただけです。ではね、はい、僕たちチックタック、はい、今、あなたの基礎を数えましょうっていう曲を歌わせていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。この、さっきから出てますね、リードの高マンなんですけども、彼がね、全く基礎をしたことがないんですよ。こういう MC をね、前回ライブでやったところ、そうですね。ちょっとやっぱり自分がやったことがあるとか言うよりも結局他人からどう見られてるかっていうのが大事だと思うんですね。いやまあね、まあ仮に聞きましょう。彼そういう経験あると思いますか？答えづらいよそれは。それは答えづらいよ。どっちと思ってても答えづらいよ。あるしな。いやまあそういう感じなの。いい感じのやつするしな。じゃあちょっとしてみてしたい。高橋生のお達に高マン、まあ、高マンのチューする顔まで、せーの。大絶賛の話ですよ。違う。俺の後輩、一回考えてくれよ。いやいや、違うよ、こいつのせいだよ。いや、こいつのせいだよって言いますけど、そのライブでアンケート取ったんですよ。はいはいはい、このメンバーの中で、はい、ちょっとデートしたいの誰みたいな。みたいなね、アンケート取りました。はい、はい、どうした1位が出る、まあ、男の子なら1位がね、はい、僕いただきまして。いや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 いゼロ円。ゼロ円聞いたことない。まあね。舞台とかな。こんな感じでね、僕が一番いい感じということでやらせていただいてるんですけれども、続いてのね、僕以外ブサイクのこのメンツがね、僕たちの。ナナミに謝れよ。ナナミに謝れよ。謝った方がいい。いいやな。僕以外全部ブサイクなんですよ。で続いてオープニングする曲なんですけれども、はい、OS の皆さんも知ってると思うんですけども、はい、NNJ っていうのをね、ああ知ってますよね。高橋覚えてる？前だったけど。ああ、うん。え？ NNJ。高橋翔生さん NNJ ってご存知ですか？あ、ごめん、教えるの忘れてた。え？おい何しに高橋置いてる？ごめん、みんな NNJ 教えるの忘れてた。先輩としての仕事をしなさい。あ、教えない。え、高橋さん、覚えてる ？NNJ？ NNJ 覚えてない。え？おい。NNJ やろ？覚えてる。あれ、忍者？忍者忍者違うの？忍者の話僕しますか今。いやいいよ忍者の話。忍者以外なんかある？え、忍者以外？あ、それは用意してなかったな。 NNJ やろ？梨を食べる梨を食べる中村部長が中村が並みにかっこいい。ちょっと今の難しいね。まあ、じゃあ、次曲やるから途中でね、はい、NMJ みたいなの出てくるから、あ、途中で出てくる NMJ。そうそうそう。あ、OKOK。ちょっと高橋さんに聞いてください。ちょっと共有して。はい。場所変えましょう。はい、場所変えましょう。NMJ は、何やねん。お送りしましょう。じゃあ、むちゃんお願いします。はい。それにしても涙が止まらない。どうしよう、丈夫な女みたいに、ちょっと今夜はすぐ猫が過ぎて、さっきまで俺一人だと思い出してた時じゃない。不思議の肩つかず不思議になっていられない。ごめん、ちょっと待ってて。
に中島線覚えて帰ってください。波乗り距離場所がかっこいい。